あの時代絶対バレたくないから全然出してこなかった。あの土ぼこりが目に入ったありますね。ねじゅうさん、まさかの今日どなたとコラボですか？横山みどりさん。メイジュさん、ゆかりあるんですよね。自分6年前ぐらいかな。6年前に17歳の頃にニコ生ずっとやってて、でその時にあの、はい、暗黒放送っていうその横山みどりさんがやってるそのチャンネルの、はい、なんだろう、こう野球チーム、はい、のなんかこう絡みがあったみたいな。 あの時代絶対バレたくないから全然出してこなかったんですよ。でしかもなんか植木さんもなんか実は見てたみたいな言われて、嘘でしょみたいな。結構見てる人多いですよね。そう、バレたくない暗黒時代だから私は、ね、暗黒野球面白かったです。面白かったですか？また復活してほしいぐらいですけどね。あれちょっと犯罪者しかいないって、あれはアウトですね、間違いなく。6年ぶりに、はい、24です。あ、7年経ったんだ。7年。確かに知ってるんですかね、みどりさん、めいちゅんさん YouTube やってるのとか。知らないと思います。だからみどりさん自体私のこと知ってるのかすらもわからない。どうでしょうか。いや、絶対覚えてると思いますよ。ボーリングやったことあるのかな、だから一応3年、2、3年前には一応絡んでるんで。あ、じゃあもうそう。でもあのそれは横山みどりじゃなくて久保田学部で絡んでて、あの横山みどりとは絡むのが7年ぶりぐらいなんで。あ、そうなんですね。楽しみにして、はい、はい、よろしくお願いします。そろそろ呼ばれると思いますんで、はい、皆さんこんにちは、野球市丸高校です。はい、はい、暗黒放送の横山みどりと申します。お願いします。ね、ついにこの日が来ましたね。本当だよ、鉄筋を食らってから、ね、どんぐらい NG 食らったんだろうな。だって、ねね、あの僕が加藤純一さんと野球やるようになってから、そうあの連絡をいただいて、向こう君ちょっと僕チーム持ってるから一緒に野球やろうよっていうね、うん、でそこから経って、でまた、昨年ぐらいですかね、加藤さんの結婚式で久しぶりにお会いして、みどりさんそろそろ野球やりましょうよから、また半年ぐらい経ったんですよね。そう、それでようやく夢が、ね、実現してね、今日俺会社休んでこっち来たから。マジですか。 それぐらい力大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、今日は楽しみですよ。そうっすね。ちなみにみどりさんはあれですよね、野球歴は。俺野球歴は小学4年生、5年生で2年間やってて、ね、あ、少年野球を。そう、あの、はい、うん、やってた、はいはい、学校のね。でも俺がサインを覚えられなくて、はい、あの怒られてやめちゃった。だからその歴史があるからね、今日サインなしの野球ということで。なるほど、ね、だからちなみにそのちょっとみどりさんの活動というか、なんかちょっとだけ。ああ、はい、そうです、はい、私はですね、2019年の3月から約ニコニコ生放送というですね。あ、2009年、うん、はいはい、ライブサイトで、はい、まあ、約15年、配信をやってるんですね。サイコさんメンバーなんですよね。そう、結構かなり古いですね。すごいっすよね、はい、マジで伝説の、うん、はい、そう。で、なんかソロリーあれっすよ、もう議員も務めたということで。ああ、あったね、はい、立川市議会議員をね、4年間私やっておりますね。この僕が、ね、いやいやいや、でも、ね、任期満了で。そう、任期満了でなんとかね、クリアしましたよね。じゃあもうあとはもう好きなことやろうよみたいな感じで、ね、そう、残りの人生好きなことやろうということでね。素晴らしい、頑張ってますよ。ちなみに今日、うん、みどりさんをぶっ倒したいっていう女の子を実際呼んでるんですよ。誰だ、俺をぶっ倒したいって女の子。こっちがぶっ倒してやるよ。いや、ちなみに、スタッフさんもみどりさんも、うん、みどりさんのスタッフさんも気づいてなかったんですよ、これ。全く分からなかった。はい、ちょっとじゃあ、呼んでいいですか。はい、ちゃん、ちゅんちゅ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 ん、ダンスが違う。はい、こんにちは、みーちゅんです。よろしくお願いします。あれ、ちょっとみどりさん、あれ、ちょっと見覚えあります？ある、はい、昔、かなり昔、彼女がまだ未成年の時に対戦したことがあります。変な意味じゃないよ。今見たことあります、このマスク。堀脇さんですよね。じゃあ、堀脇ねえよ。この時代だよ、これ。堀脇さん、みどりだよ。いや、みどりだよ。実は、みーちゅんがね、本当に僕の動画に出たのは4年前ぐらいかな。そうですね。でそこからね、もともとアンダーグラウンドにいたって聞いたので、ね、その時のつながりですよね。そう、もともとね、とある配信者のチームにいて、そこから知り合ったんですよね。はいはいはい、めいちゅんとは。自分の暗黒時代ですね、間違いない。いいだろ。めいちゅんがもう語れないちょっとね、うん、暗黒時代の。語れないじゃないか。でも、ね、やっぱり、ね、やっぱ原点に戻るって大事なんで。戻り。はい、うん、もういきなり、みどりさんとその時ね、なんか僕も YouTube 見させてもらって、うん、めいちゅんがふっくらしてた時の、うん、なんかピッチャーでバッター対戦したんですよ。意外とね、すごい肩の肩が良くて、びっくりしちゃった、はい、女の子でこんなに投げれるんだって。そう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 、そうで、今だいぶあの時は痩せちゃったんですけど。痩せたね、だいぶ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。で、なんか顔も変わって、なんか気づかなかった。わからんかった。いじってないで、ね、わかんない。顔いじってない、痩せたので、で、そんなメイチュンと僕バッテリー組むんで、あ、はいはい、もういきなりみどりさん、もう久しぶりに打席立ちませんか。あ、いいよ、全然。じゃあ、打ち込
込んでいい。どういう意味で。いやもうフルスイングで。あ、そっちですね。暗黒みたいななんか会話してますね。じゃあ早速行きますか。はい。じゃあみどりさんがもし負けた場合どうします。え、まあ、負けた上で俺奴隷になる。何今呼ばれましたよ。いや、何でも言うこと罰ゲーム受けますよ。あ、本当ですか。すごい嬉しそうなのがちょっと、いや俺負けられないから。確かに確かに。一応マスク取って野球しますか。いや負けたら、でも俺マスク取ってるから。そう、もう学ぶの時に取ってます。学ぶ時代でも自分学ぶでは多分3年前ぐらいに合ってるんですよ。あ、そうなの。生まれてから合ってるね、一回ね。合ってます、うん、あ、そうなんや。いや、ほんとね、ちょっと今日サプライズで呼びましたんで。あ、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、やりましょうか、対決。はい、お願いします。お願いします。最後、よし。メイジさん YouTube やってるの知ってますか、メイジさん。うん、知ってるよ。あ、やっぱ知ってましたね。インスタ見てるから大丈夫。あー、なんかお互い見てるよね、インスタ。私、奥さんも見てる、元嫁さんも。あー、元嫁さんのインスタずっと見てたの。なんか子供たちの成長をずっと見てて。やってるね、大きくなったな。やってるね。じゃあパチコちゃんと私の娘が同い年。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね、メイチュってもうマジで本当にニコ生とか海外詳しいんですよ。確かに。でも全て知られてます、多分。知ってたんだね。多分だからたまたま見た AV とか。やめろ。AV が、まあ、世に知られてない AV を世間に流した。結構あの見つけた、アポリアク見つけた、アポリアク見つけた。おもり打ち込んでやるか。違いましょう。じゃあみどりさん、ちょっと素振りしたから、その辺で。はい、久々にパッと。やばいっすね。あ、じゃあこっちはキャッチボールで。ユーモアキャッチボール。ユーモアキャッチボール、うん。お、いいっすね。おお。いいっすね。うん。よいしょ。4-5。あ、4-5。俺も素振りするだけで疲れるようになった。あれでもみどりさんに速攻連絡して。あ、ほんと。そういえばあれ野球やろうって言ってたのに。よいしょ。でもやっぱ決まるときはこんなにもうすんなりね。はい、俺もすぐ OK。 ただ切ればもう全然。そうですよね。皆さんじゃあ3日後でとかって。あ、いいねいいね。この辺も欲しいよ。もあべやばい、あべやばい、抜ける。ナイス。ボーラスト、ナイス。ボー、意気込みください。おとついぶりなんで、ちょっとやばいっす。確かに、怪我しない程度に。でもいいハンデになるのかなと思います。はい、どうすか、みどりさん、命中の球。まあ、なかなかね、筋はいいね。うん、筋はいい。はい、はい、うん。あの頃に比べて、なかなかね。もう成長してますか。成長してきたね。はい、でも、そんな程度では、俺のね、このバッティングには、到底及ばないなって分かる。今日俺、本当に本気で打ち返す。いやいや、僕らも本気なんで。うん、いいよ、はい、全然。でも自分がバッテリー組んで打たれたことほぼないんで。うん、じゃあ、俺がホームラン打ったら、あのレギュラーとして俺を雇ってもらうから。お、雇う、雇う、雇う、向こうずの方、はい、レギュラー確約ということで。これでいきましょうか。よし、オッケー。よし、じゃあお願いします。行こうぞ。お願いします。お願いします。めいちゅうさん、おとといぶりで、はい、みどりさん、7年ぶりですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。本当に久しぶりやると、なんか、はい、癖がなくなってるんで。あ、逆に、いいところもあるんですよね。はい、あ、確かにスイング良かったですからね。当たったら飛ぶスイングしてました。めっちゃ固めてる。でも足も大事ですから、はい、足場がね、やっぱり野球ってね、はい、すごく大事だ。足場が緩んでると、ぬかるんでると通常の自分のポテンシャルの3分の1しか出せないから。確かに、うん、俺すごい、足場が一番大事だから。さすが議員さん。ダメージョー、はーい、緑ぶっ倒そう。はい、どうぞ。ダメージョー、お願いします。抜いてきたと思って。スライダーですか、スライダー。ナイスボール。ナイスボール。内角えぐってきましたよ。バチバチです。バチバチ。よし。よし。ナイスボール。
今いいですね、スイング。ワンボールツーストライク。さあ、違う、あのね、はい、ちょっとあの俺としてはちょっとあのまあ確かにギリギリ入ってたから、はい、でもこれだとちょっとバットに当たってないから、ちょっと何言ってる、野球だから、え、野球だから、ルール野球だから、いや、やり直すってないの、1000円払うからやり直すって。オッケー、いいよ、それはでかいっすね。あのでもそれ水分欲しいっすね、後で、うん、ほんですか。ちょっと全然当たってないもん。当たってねえからさ。韓国で恒例のあの土下座ってなかったし。いやいや、もうしますよ。お願いします。もう一回やらせてください。これやらせてください。やらせてください。こういう感じだ。韓国あるあるです。もう一回やらせてください。7年ぶりに見た。もう一回だけやられちゃって。ありがとうございます。これあれユニフォームじゃなくてチロパンですからね。残せないんですよ、これ。汚れてますよ。ちょっと見えるけど、ユニフォームに。ユニフォームに見えるけど、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、おもろいな、ちょっとね、手も足も出てなかったんで。手も足もストライクだけ投げてよ、ストライクだけ。え、でもストライクですか。ほぼストライクだ、あれ。え、ボール球禁止で。あ、そんな難しいですよ。もう一回。あ、OK です、OK です、わかりました、わかりました、よし。ちょっと、みどりさん、ちょっと、いいですか、こっち。うん、みどりさん、あの子、はい、調子いいっす。調子いいの今日。あの ブルペンっていうか、あのさっきの投球練習でちょっとあの荒れてたんですよ、うん、で今日珍しくあの2日前も投げてるんで、あ、ちょっと今日疲れてるのかなと思ったら、バチバチに実戦で仕上げてきたんで、はい、仕上げてきて今アドレナリン出てるんで、あのしっかりこのタイミング、うん、タイミングだけ待って、はい、オッケーです。ちょっと早すぎましたね、はい、ちょっと早かった、はい、ちょっと引きつけて、じゃあちょっとあのフォローじゃなくてあの治療で、はい、治療バッティング。最初の1球目の変化球にやられましたよね。そう、あれでちょっとタイミング狂いましたよね。ちょっと俺がこんな低いです。じゃあ、お願いします。あるボール。メイジーさんいいですね、今日タメもできてるから。ママ腕を振りたい。おわぁ、うお、いい球。ビタビタ、佐々木朗希みたいでしたね。はい、球も速いし。速はい、幼鳥する？はい、幼鳥する。いや、幼鳥はダメだ。完封だから、これは。そこはもうプライドが、プライドがもうダメ。いや、ちょっとな、明中とみどりさんの7年ぶりの対決2三振ということで。いや、すごいね。どうですか、いや、成長してます。かなり俺、捉えられるかと思ったら逆にもう完全に操られてたよ。素晴らしい。でもあのスイング自体はね、良かったですよ、はい、だんだんでも合ってきてましたよ。そう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 、はい。であの7年の実践久しぶりですよね、久々に。え、もうあの時以来野球ってあんまやってなかったの。全然あの時以来俺監督追放されたから。あれ監督追放。ありがとう、ありがとう。ああ、そうなんだ。いや、じゃあ美濃さんもいろいろ下手なんですけど、はい、やっぱりグラウンドに帰ってくるとやっぱ野球好きだな。楽しい、なんか伝わりました、本当に、はい、すごい楽しかった。なんか今後一緒にやりたいですね、はい、お願いします、はい、でもあの、はい、負けたんで、はい、向こうのトレードレギュラーはなく一回助っ人で来てもらって、はい、まあ、助っ人になるのか分かんないですけど。全然 DH でもなるじゃないの。え、全然いいじゃないですか。いや、いいよね、みんなで野球やりましょう。で、そのカーン取り戻してもらって、はい、なんかみどりさんがヒット打つね、試合で打つ姿見たいですよね。はい、出せてください。どうだった、ベンチを対戦してみて。楽しかったです。なんか、ね、前もなんかこんな対決ありましたけど。うんうんうん、でも、待ち方良くなってますね。そう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 、前すげえなんかのけぞってたイメージ。ああ、そうなんや、うん、こ
そう、でもなんか久々にやってて、はい、すごく野球またやりたいなと思って。よかったよかった、楽しかったわ。ちょっとあのとりあえずね、うん、あの1本目はここで終わるんですけど、うん、この後ちょっとみどりさんにね、あのホームラン企画で、うん、ちょっとあの僕がめいちゃんがトスしますんで、やろう、あのそれでちょっとあのね、野球のホームラン打つ気持ちよさ、はい、それを思い出してほしいなと。ありがとうございます。はい、楽しみ。あのここで終わりじゃないです、さすがに。あ、そうなんだ。はい、だだこれもなんか辛いっすよね、なんかね、かいきなりじゃあお疲れしたとか言って。さすがに。じゃあ、あの、みどりさんね、あの、YouTube チャンネルと。はい。あと、何やってるんですか、今。ニコニコ生放送で、暗黒放送っていうところやってるんで。はい、はい、暗黒放送。はい、YouTube とニコ生やってますので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、次はみどりさんのホームラン企画ということで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。イェーイ。けど、やばいっすね、辛いっすね。いや、大丈夫。大丈夫ですか、大丈夫。いや、いいっすね。みどりさん、どうでした？いや面白かった。でもね、負けたけど、はい、なんかすっきりする負け方だった。確かに、うん、はい、もうあれだったらもう俺もう、あ、満足だなって。そうですね、今日ちょっとビタビタすぎましたね、うん、そう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 、はい、うん、だからあとあの、まあ、言い訳じゃないけど、はい、あの土ぼこりが目に入ったってありますね。そうそうそう、この状態ですからね。すごいもんこれ、うん、一生懸命固めたけどダメだった、はい、そうね。でも楽しかったから俺もまたこれを機に俺諦めるんじゃなくて、そうですね、またやりたいなと。はい、今度次またリベンジで、うん、はい、お願いします。ありがとうね、ありがとうございました。ミルクボットあれでぐらい触れるんで、ちょっとだけ余すぐらい、余す、はい、あっ、来た、上がりすぎたか、惜しい、おっ